はいどうも、今回はエドモンドホンダの遠距離じゃない8強パンチがパニッシュカウンターヒットした時のコンボを紹介します。エドモンドホンダの8強パンチはヒットするとこのように星並べになるんですね。なんでそこに追撃が入ります。追撃をするときは、基本的に遠い場合を想定してやるんですが、近ければ簡単になるんで、遠い場合を想定してやります。遠い場合なんですが、これドライブラッシュで追いかけて、ドライブラッシュで受けてコンボを決めるとすると伸ばしやすいんですが、これ結構ミスる可能性があるんで、そういったものを直接これを超えていくといいと思います。これ直接決めてるからってそこまで安いとかじゃなくて、結構いいです。直接決めてももうドライブゲームっていう使ってなくて、節約した上でっていうことを考えると、そこまで悪くないんで、これで5000減るんですね。なんで全然悪くないんで、ちょっと見せそうだと思ったら、もう直接スーパーアーツを決めていってもいいと思います。コンボを伸ばしたい時なんですが、基本的に生ドライブラッシュからもう一回ちょっと決めるっていうことにして、浮かせて、いろんな選手を決めるっていうふうにするといいです。で、追撃の方針なんですが、この後に生ドライブラッシュをまたチョップ入れて、そこにキャンセルして、ダメージを伸ばすっていうふうにするといいです。まず、ノーゲージっていうか、一番安いのかな。スーパーズスキーや今日相手が入ります。100列相手が入ります。コンボを伸ばすときは今日100列相手にするといいですね。で、スーパーアート使わないパターンで、ドライブラッシュ、生ドライブラッシュ2回で、ダメージを出します。で、追撃のパターンは、スモーステップからの追撃するパターンですね。あとは、スーパーアーツを使って伸ばすパターンなんですが、今2つ、スーパーアーツ1で追撃するパターンがあります。これも1回生ドライブ、上のバッターダメージを受けていきますね。でスーパーアーツ2を絡めるパターンなんですが、DX100 円再生を使って伸ばしていきます。じゃあドライブゲージ、これドライブゲージの消費が激しくなるんですが、ここから伸ばしていくんですが、ドライブゲージの消費が厳しいので、ちょっと危険なんですね、これ。あと、スーパーズ3を絡めるパターンなんですが、片槍を使って伸ばすパターンですね。片槍を使うと、例えば2つのコンボルートからなら、を使ってこの浮かせからコンボを伸ばすパターンなんですが、いろいろあるんです。
パーツで紹介します。というわけで、ご視聴ありがとうございました。